な、うん、はい、今日は 200m6 本違う 200m10 本を、6回やりまして、だいぶ余裕が作れたので次の練習に移っていきたいと思います。次の練習は、400m7 本。全然河合くん映ってないけどね400m7 本の練習に移っていきたいと思います。ペースは200m の時34秒でやってて、そのままのペースで 400m まで行くので、68秒で行きたいと思います。間の休憩は1分間の休憩で 400m7 本行きたいと思います。まあ、200m10 本の入り口は、まあ、ちょっときついところからやって回数重ねていくごとに余裕を作っていって、だいぶ余裕が作れたので次の練習に移るという感じで練習を育てていっております。ということで400、7本、10本じゃなくて7本です、やっていきたいと思います。じゃとりあえずアップいきましょう。何キロ何キロ5キロ、はい、はい、どこどこ中を、はい、あ、今日400のコースも中のコースで行きます。はい、中のコース、ああ、1.27 って書いてあったじゃないですか、距離表示。1.25 って書いてる時もあるよ。え、なんか文章の時、うん、今日コロコロで測ったら、うん、なんだったなんだった、ダララ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 ラ、 1.3 超えてました。お、あれどうして1.31 ぐらいです。1.31？ 幅が名城公園に来た時は、うん、皆さん間違えないようにしてください。でもほらちょっとこう内側走ったりあっち側走ったりとかしたら変わっちゃうからね。大体で大体よ、そういうのやっぱあの距離表示の看板立てる場所も、うん、やっぱりこういうところこういう階段と階段の間だったら邪魔になっちゃうから、さっきもあって若干距離表示の場所がずれてますので、うん、だいたいよ、こういうのはもう皆さん、手元の、うん、感覚、感覚感覚と時計でやってください、うん、細かいことは気にするな。そうですね、若ちっこだよ、若ちっこですよ、うん、はい、知ってる知ってる、今若ちっこ聞いたことあります、聞いたことあるぐらい、はい、聞いたこと、都市伝説かもう、はい、知らないユッティ、ユッティ知らないか、ユッティは知らないユッティですよね、わかんない、こうしこうやってやってるんです、もうそれは私はわかんない、それは聞いた、はい、はい、行きます。聞いたことあるって。ミントポリー、これで5キロアップ終了です。暑いね、暑いね、夜が雨降る予報なんで若干この湿度が出てきてて日差しのもわっと感っていうんですかね、そうすがあるので暑いですけど、まあそんなにあの追い込む練習ではないので、だし距離も短いのでまあなんとかなるでしょうと、はい、いう感じですね。まあこういうポイント練習はあんまり意気込みすぎず集中しすぎない方がいいんで、はい、サクッとやっていきたいと思います。一旦整えて、はい、一旦整えてスタートしていきましょう。熱っ、熱いね、もわっとしてるね、お昼、はい、ランナーさん多いね。
結構やっぱあっちの役所の方から来るよね、行くって、うん、走られるに来てるもんね、うん、お昼休みランナーが増えるので、うんうん、まあ、あのちょっと我々のペースが速いペースで走るので安全第一で、はい、どこスタートなんですか。ゼロスタートで一周で3本できるんで、3本目の終わりが1200m 地点でちょっと手前で終わって、3本目と4本目のつなぎだけちょっとジョギングでスタートしてもらって、はい、なので2周プラス1本っていう感じですね、はい。6本目で、うん、私キチでした。確かに前回タクプロはムチと1回これやってるんで、前回もだいぶ機会余裕ありました。まあ、これをなんかちょっとずつ育てていくのが大事で、あの今日の川合くんだったら6本で出し切ったっていうなら5本で終わっといて、で次同じ感覚で6本できるようにする。なるほど。でそれができるようになったら同じ感覚で7本にする。で、7本やり込んで余裕ができて次の練習に行くみたいな。これを育てていくのが大事なので、コツコツと無理やりやれば強くなるというふうに考えです。まあ、たまにはこういうガッツ大事だったりするけど、あんまり練習の負荷的にはいい負荷じゃないと思うんで、この辺を丁寧に作っていきましょう。どういう基礎だった？完全に、うん、最初はすぐ軽くて動いたんですけど、うん、5本目ぐらいからもう足が完全に重くなって肩待ちでしたもんね、上半身が、はい、でも酸素が回ってないというか、で可愛くスピードあるから前半の軽さとその酸素が回らなくなってからの重さの落差がすごくて、だからずっとどんどんきつくなっていっちゃうんですけど、自分のタクプロの場合はむしろ後半に行けば行くほど余裕ができてきて、もう最後は1分あればもうしっかりフレッシュな状態に戻せるぐらいまでのサイクルが作れたので、まあ、そこが体育の課題だよね。スピードあるけどこの戻していくリカバリースピードが遅いから、だからマラソン走っててもどん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 きつさが積もっていっちゃって動けなくなるっていう。だから体育の場合は30キロの壁とか言う前にそもそも30キロまで行けてないっていう状態だから、まあ、そこが作れれば記録出ると思うんで、まあ、焦らず続けていきましょう。じゃあダウンしますかね。でも全然違うわ。この間日曜日武藤さんと一回やって、あれ思ってるきついなっていう感覚だったけど、今日は結構余裕持って、前まではさ200の余裕度と同じぐらいの余裕度で引っ張れたので、なんかちょっと自信がついたというか、まあ焦らなくてもいいんだなという
安心したというかですね、まあ焦らず焦らずやっていきます。後半動かないっていうのはマラソンには良くないんで、まあ、あとあれだよね、バイクなんか苦しくなっちゃうと急にその苦しさの洞窟に入り込んじゃう感じがあって、なんか苦しくなった途端あもうダメかもしれないみたいな、なんかそっちのモード回しちゃうから、苦しくなった時ほどあのできる練習だと思ってやると全然違うから、苦しい時こそ、まあ、無理やりこなすのは良くないけど、できる練習だと思って乗り越えていくとポジティブにきつさ受け止められるから。きつくなったものをなんか逃がしていかなきゃいけないのに、きつくなったものを受け止めてなんかきつくなったのを抱え込んでいっちゃうから、どんどん動きが固まっちゃうんだけど、きつくなった時ほどそのきついのを逃がそう逃がそう、きつくないんだリラックスして動き固めちゃダメなんだって、逃がす逃がすって意識持って走らないと、どん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 苦しい苦しいダメだガチみたいな方に行っちゃうから、そこをちょっと意識してこういう練習やっていくとよりいいものになると思うから、そんな感じでやっていきましょう。やっぱ河合くん走るときにこういうジョリジョリするから、このジョリジョリがあるってことはまだこの足首のスナップでスピード出しちゃってるから、あのそういう走りすると伸縮しやすいから、ちょっとこういう練習した後は特にしっかりケアしたいですね。ちょっとパクプロもこういうスピード練習やると新スプリントのまた再発怖いので、今はもう夜時間をかけてふくらはぎの内側のあたりをしっかりケアするようにしています。しっかりこうやって力入れるとここに少しコブができるの分かると思うんですけど、ここが硬くなっちゃうんですよ。でそうするとここ痛くなっちゃうんで、とにかくここをほぐすようにしてます。新スプリントの原因が後脛骨筋ってもっと内側の筋肉なんですけど、なんとなく自分の場合はそこの筋肉が盛り上がってて、でその盛り上がったところがあのこういうスピード系をやってほったらかすと硬くなってしまって、なんかそこが圧迫しているような感じがあるんで、そこをほぐすというのをちょっとしっかりやるようにして、もう新スプリントを出さないように積み上げていきたいと思っております。今日はあの河合くんが倒れたところで取れたかあったんで、そうですね、デジャブかな、デジャブ合宿の時とデジャブかな。ね、もうあれで取れたかあったんで、もう今日はあとはねダウンして、どっちが去年の画像でしょうか。確かに確かに服も一緒じゃなかった。去年だったら3本目であれだ崩れた。で今日もね、やっぱね2本目ぐらいまでのね余裕ではね、むしろ可愛くのもあるんだよね。でそっからあの本数重ねるごとにこの余裕が増えたら可愛くひっくり返る。1本目は聞いてもらった時に水色だなって思ってあれ分かる。色まで合わせたのに5キロのんびり行っていきたいと思います。じゃあ終わりました。ありがとうございます。これは絶対美味しい。これですよ、走った後はバーム炭酸、炭酸が出ました。バームの炭酸が出ました。あんまりプシュッてならないですね。そうそう、微炭酸なんで。でも結構微炭酸と思ったけどしっかり炭酸あるよね。冷やすとね、美味しいね、うん、ヒマラヤ、ウェルシア、アピタ、この辺は売っております。走った後にごくごく飲める炭酸ですね。体脂肪の代謝も高めることが報告されております。体脂肪を減らすことが報告されております。ことが減らすことが報告されてます、はい、機能性表示食品なんで、うん、美味しい美味しいよね。美味しい、うん、スポーツ炭酸、うん、多いねこういうの最近ね。
はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。もうしばらくこの練習続けていきたいと思います。焦らず一歩ずつ先を急がず結果を早く求めすぎです。頑張りたいと思います。お疲れ様でした。